ウォルター・ビラは、イタリア出身の元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権で4度世界チャンピオンになったライダーである。普段は気取らない、物静かな人物だが、いざレースとなると一転して冷徹な勝負師となることで知られていた。ビラは、イタリアのモータースポーツの中心地であるマラネルロとモデナに挟まれたエミリア・ロマーニャ州カステルヌ・オーボ・ランゴーネに生まれた。 レースを始めたのは13歳の時で、最初のマシーンは 175cc の元もリーニだった。初レースでは、後に、イタリアの英雄となるジャコもアゴスチーニを破って3位となっている。1970年代初頭、ハーレー・ダビッドソンは 125cc の、軽量モデルから大排気量 V ツインのモデルまで、ラインナップを充実させるため、経営に苦しんでいた。 イタリアのアイルマッキを買収した。最初にアイルマッキから引き継いだ4ストローク水平、単気筒エンジンのモデルを発表し、次にオリジナルの2ストロークエンジンを開発したハーレーは、レース活動にも力を入れるようになる。グランプリへの参戦にあたって、ハーレーが契約したのがビラであった。ビラは、ハーレーの期待に応えて、マシン開発にも貢献し、 自らグランプリで勝てるまでに育てたマシンで1974年から1976年まで3年連続 250cc クラスチャンピオンに輝いた。さらに1976年は 350cc クラスとのダブルタイトルだった。世界選手権以外にもビラはイタリア選手権のタイトルを8度獲得している。1980年を最後に、 グランプリから引退したが、引退後もビラは、古き良き時代のグランプリを象徴するライダーの一人として、イタリアでは親しまれ、サーキットで高速ライディングのデモンストレーションを行ったり、トレーナーとして、後進の指導に当たるなどの活動を続けた。1950年から1968年までのポイントシステム、1969年から1987年までのポイントシステム、 ありがとうございます。